さあ、やってまいりました。本日も動画のお時間でございます。どうもこんばんは、みなりゅうです。すいませんね、ご無沙汰しておりまして、はい、というわけでですね、まだ未だに先月の読了した小説のご紹介が終わってないというね、とんでもない、スローペースに陥っておりますが、めげずに頑張っていきたいと、はい、思っております。それでは早速参りましょう。では今回ご紹介いたします小説はこちらでございます。デデドン、はい、小野寺文則さんのそれ自体が奇跡でございます。はい、こちらのそれ自体が奇跡、去年ですね、この、ま、夫婦三部作っていう、まあ、あのそういうね、まあ、位置づけというかあれがあるんですけれども、1作目が、その愛の程度で、2作目が、近いはずの人で、3作目がこの、はい、それ自体が奇跡というわけで、まあ、これで、夫婦三部作は全てですね、読破したということになります。はい、じゃあ、まあ、ストーリーですね、ご紹介いたしましょう。この表紙に書いてある2人、この2人は夫婦ですね、男の人田口光嗣で、女性の方が田口彩さん、まあ、お二人ともですね同い年でございますね、この2人がですね、同じ職場なんですよ、はい、百貨店なんですけどね、まあ、そこで仕事をしておりまして、で光嗣さんはですね、まあ、大学の時にサッカーをやってたんですよ。で結構、まあ、その光嗣さん本人はねガチでやってたんですよ。そうで、まあその就職するにあたって、まあでもさすがにそうプロの夢は叶わなかったけど、でもまあ気晴らしにサッカーができりゃいいかぐらいに思ってて、でちょうどそのね百貨店のその中にそのサッカーのまあ、サークルというかクラブみたいなのがあったんで、まあ、そこでまあ本当にエンジョイ勢みたいな、まあ、エンジョイ勢だけど、まあちょっと他の人たちよりはやっぱ実績というかうまいんで、まあこうね、バシバシこう活躍してたわけですよ。でまあね、そんな時にですね、その三つ部の大学のサッカー部の OB の人がですね、俺ちょっとそのサッカーはマジでよくわかんないんですよ、あの J1 J2 とかね、ああいうのよくわからないんですけど、まあ、どうやらその OB の人が、その東京を東京のそのチームを作り、でもうねプロを目指していくと、でそのまあどうやったらプロになれるかっつうと、まあ、プロサッカーチームですよねになれるかっつうと、なんかそのリーグがあるらしいんですよね、その東京のなんか社会人のリーグがあって、それをこうだん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 上の方に行っていくと、あの J リーグにこう昇格できるっていうようなまあシステムらしくてですね、で、まあ、そういうのを目指していくチームに誘われるんですよ。なんでまあ正直ね、まあ、そういうチームですからまたガチでやっていくっていうのと、まあ、なかなかねそのせいで仕事がまあちょっとおろそかになってしまうと、まあ、いうことで、まあ、光嗣さんはねちょっと悩むわけですよね。そんなチームに自分が参加していいもんか。でも光嗣さん自身はやっぱりやりたいわけですよ。で光嗣さんはその奥さん彩さんにねもう相談しないままね入団を決めてしまったわけですよ。そうで、まあ彩さんとしてはまあね子供はいないんですけども、まあその一応一家の大黒柱として、そんなもう年齢もそんなに若いっていうわけでもないのに、あそう、ちなみに年齢はお二人とも30歳になる年ですね、はい、にまあその仕事をちょっとね邪険にしてというかほっぽり出してサッカーの方にまたこの年齢から打ち込むっていうのがね、やっぱりちょっと不安というか、まあぶっちゃけやめてほしいみたいな、うん、趣味でやればいいじゃないっていうような感じだったんですけど、まあ、光嗣さんは入団を決めてしまったと。
でそこでですね、まあ、夫婦のその関係に亀裂が入ってしまうわけですよね。まあ無理もない話ですけども、っていう時にですね、これまたあやさんの方にですね、まあ、お客様として来られた男性と、まあちょっといい感じというか、まあお近づきになったんですよね、まあその仕事上の関係で、うん、っていうのがあって、こうどうなるねんこの夫婦みたいなのが、まあお話ですね。はい、三嗣さんのね、そのサッカーの試合の描写とかが結構多く出てきて、あ、小野寺さんってそういうなんかサッカーの、なんだろうな、こう描ける作家さんなんだっていうのはね、初めて知りましたね。もともとサッカーがお好きなんですかね、ひょっとしたら。うん、まあでもね、いろいろと考えさせられますね。うん、まあ夫婦とはいえね、うん、やっぱ支え合っていかないと、まあ、成立する関係ではないですし、うん、さあどうなるんだろうなってこう思いながら、うん、読んでましたが、うん、まあ、そういうのというか、まあ、そういう系のお話が好きな方はですね、まあ、ぜひとも読んでいただければいいかなと思いますね。まあ、やっぱあの夫婦三部作、どの作品に共通して言えるのは、まあなんかその夫婦っていいよねっていう、そのほっこりっていう話ではなくて、なんかにやっぱこう問題がこう出てきて、うん、それにこうその夫婦というね、その団体というかね、夫婦っていうそのグループがどうこう対処していくのかみたいな、っていうような、うん、ことも、うん、共通しているテーマだとは、うん、思うので、まあ、ぜひともね、読んでみていただきたいと思います。はい、はい、いかがでしたでしょうか。あと一冊ですね、ようやくあの先月読了した小説のご紹介は、はい、海外作品でございます。でもうね、6月も今日が23日じゃないや、22日かなので、もう月末ですよね。もう5月と6月の月間 MVP は、うん、一緒に発表しようかな、どうかな。まあ6月も6月で本は読んでるので、まあその紹介もしなきゃいけないんですけどまあちょっとどうなるかわかんないですね。こんなにこうずれ込んだことって本当に今までないので、うん、ちょっとどうしようか考えあぐねておりますが、まあ発表は絶対するので、どんな形にせよね、うん、まあ気長にお待ちいただければなと、はい、思います。ではまた次回。動画を最後までご覧いただきありがとうございます。高評価、チャンネル登録お待ちしております。概要欄に再生リストのリンクも貼ってありますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。そして素敵なイラストをデザインしてくれたセロリちゃんのツイッターのアカウントのリンクも一緒に貼っておきますので、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。いや、遊びに行ってみてくださいというよりも絶対行くように。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。